デルフィーン・ラ・ローリー、マリー・デルフィーン・ラ・ローリーは、アメリカ合衆国、ニューオーリンズの総車ライト、奴隷使用者、マダム・ラ・ローリーの通称で知られる。多くの黒人奴隷を虐待、拷問の上殺害し、その邸宅跡は、現在幽霊屋敷として知られている。ラ・ローリーは、ニューオーリンズの社交界で、毅然とした、高貴な立ち振る舞いと美貌で、周りの注目を集める貴婦人であった。 しかし、ロイヤルストリートにあるラローリーの邸宅ではなぜか、奴隷が頻繁に交代していき、さらに前の奴隷が行方不明となり、すぐに、新顔の奴隷がやってくるという不思議な出来事が起こっていた。実は、ラローリーには別の顔があった。邸宅の屋根裏に秘密の部屋を持っており、毎夜その部屋に奴隷を連れて入っていく。夜通し絶叫のような声が、かすかに聞こえたとも言われる。 部屋からラローリーが出てくるとき、一緒だったはずの奴隷の姿が見当たらない。やがて、ラローリー邸の周囲に、夜になると、奴隷の幽霊が出るとの噂が広がり始めた。幽霊は、腹から長官をぶら下げて歩くものや、目や口が黒いとできれいに縫われたものなどであったという。1834年4月10日、ラローリー邸で火災が発生。駆けつけた、 消防隊員の前に一人の奴隷が決死の行走で駆け出してきた。彼は自分が邸宅に火をつけたと告げた上で、消防隊員に屋根裏部屋を開けてみてくれと懇願したため、消防隊が屋根裏部屋に突入、その結果、ラローリーの趣味である奴隷への残虐な拷問の実態が白日の下にさらされたのであった。この事件は奴隷使用が合法だった。 当時のアメリカ南部にさえも大きな衝撃を与え、その残虐さに生き通った群衆がラローリー邸を取り囲む騒ぎになった。ラローリーは邸宅から狡猾に脱出、そのまま消息不明となった。一説には、その後ラローリーはパリに渡り、1842年12月7日頃に死亡したと言われている。現在のラローリー屋屋邸宅は10年間空き家に、 なった後、イタリア人が購入したが、ほどなく、手放された。その後、アパートに改装されたが、その際、剥がされた床板の下から生き埋めにされたと思われる、奴隷の遺体が75体も発見されたと、記録されている。200年近く経った今もこの邸宅には怪現象の、噂が絶えないと言われており、無知の音やうめき声、叫び声が聞こえるという。アメリカでは、 ウィンチェスターミステリーハウスと並ぶ有名な幽霊屋敷として知られ、ツアーが組まれるほどの地元の観光スポットともなっている。この幽霊譚は、ジョージ・ワシントン・ケーブルのルイジアナ州の不思議な実話に召集されて有名となり、ジョン・ディクスンカーの小説、ブルドゥの悪魔は、この事件をモチーフに書かれたものである。2007年4月には、ニコラス・ケージが345万ドルでこの邸宅を、 買い取り、その後売却している。ありがとうございます。